つもお世話になっております。今回は、セツ・アレキサンダー、討滅戦のサイコロギミックに特化した攻略動画になります。内容は、これから始める方用に、基礎的な説明、各番号の実際の動き、あと、イメトレ用におまけもつけました。いつも通りですが、いろいろな方法があると思いますが、やりやすい方法を取り入れていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。各プレイヤーの頭上に番号が付与され、商品が10体来ます。その途中に、チェイサーが番号順に、いつにアルファソード、2つにスーパーブラスティチャージをしてきます。頭上の番号マーカーは、このような感じです。商品は、4箇所の開始位置から時計回りに、回数4回、中央時計に通じます。アルファソード、ピカオーブは、数番号の背後に現れ、同時上の AOE。スーパーブラスティチャージ、ピカ突進は、偶数へ向かって突進してきます。正面で受けないとノックバック距離が伸び回収で死にます。同時と突進は来るタイミングは決まっています。ノックバック以降が効くので、記載してあるタイミングで使用を推奨します。はい、ここまでが基礎知識。次から攻略と実際の動きです。超人の開始パターンは、全4パターン。図を用いて、超人開始の動きを4パターン、見てみましょう。全体の流れを図で確認します。
とう。